どうもこんにちは、太郎です。久しぶりですね。ガルトラストーリーやっていきたいと思います。いやね、皆さんガルトラ何やってます？僕ね、あっ、ね、3章終わって4章からね、覚悟の先に行きたいと思います。イベントをね、なんとなく消化してるんですけど、まあ、これでいいのかなっていう感じで。エンジン、まさか未熟な覚醒者ごときがこれほどの力を持つとは。久しぶりだわ。なんかすごいとこでやめてたんだ俺、そういえば。ごめん。なんか俺はこんな場所で倒れるわけにはいかんのだ。無様だと笑われようが、あいつを見つけてやらねば。おう、お母さんのことかな。父さん待って。父さん、さくやちゃん、ビルの上まで一気に飛ぶなんて、あれだけ追い詰めたのにまだそんな体力が残ってたんだジャンプ力すごいってことね。もう少しだったのに逃げられてしまいましたね。ガンツの強化スーツでも着てるんじゃないから。なんだか昨夜パパからは執念を感じるのですよ。父さん、父さん、今の戦いで父さんは明確な敵意を持って私たちを攻撃してきた。特務の言うと、ちょっと寂しいね。討伐すべき怪物、寂しいなのかな。うん、ちょっと寂しいね。怪物の姿になる前はここから去れと言っていたのです。あれは昨夜を攻撃したくなかったからでは。確かにいいこと言った。私もそう思うな。これまで戦ってきた他の悪魔とはなんか違う気がするんだよね。うん、特務がただの悪魔ではなくコードレッドと呼ぶ理由もそこにあるのかしら。あー、なるほど。ちょっと呼び方が違うにも理由があるってことね。霧の影響を受けないはず。それなのにいきなり怪物の姿に変わるなんて絶対におかしいわ。病気なんじゃないか。先生、ずっと気になってることがあるんです。正直に質問に答えてもらってもいいですか。はい。何でしょう。あー、シルベッちゃん答えちゃったからね。コードレッドについて私たちに隠していることがありますよね。やばい、あるのか。俺には分かんないぞ。いいえ、先ほども言ったはずですよ。残念ながらコードレッドについては先生も詳細を知らされていませんと。シルベちゃんは知ってんの。もしかしたら本当に知らないのかもしれませんね。うん、新任ですから。でもあなたは違います。勘のいい子供は嫌いだ。どうしてそう思うのですか父さんは特務も学校も卑劣な真似をすると言っていました。特務と学校を同等に並べて話していました。特務で働いていた父さんがそう言ったんです。学校側はコードレッドについて詳細を把握しながら私たちに隠していると、うん、そう考えるのが当然では。コードレッドの言葉を鵜呑みにすると父親の言葉を信じるんです。なるほど、わかりました。探索になれ、精神の安定具合を観察してからと考えていましたが、どうやら説明せざるを得ないようですね。やっぱり何があるんだい。知っていたんですね。はい、先生も動揺せずに聞いてくださいね。はい。コードレッドは覚醒者の慣れの果てです。じゃあこの子たちもいつか覚醒者になるみたいな。なんかさ、窓マギみたいだね。慣れの果て、ま、で窓マギじゃない。この展開、私たちもコードレッドになる可能性があるということですか。そういうことだよ。否定はしません。ただ可能性は限りなくゼロに等しいです。世界中に存在する覚醒者や覚醒者の素質を持つ者たちの多くはコードレッドになることなく生きています。変異の確率は 1% 以下かと。1% 以下だろうとなんだろうと、ああなっちゃう可能性があるとか怖すぎるんだけど。確かにどんな条件があるんですか。どうしてよりによって父さんが。あくまでも仮説ですが、その空間に潜む何かが
人の感情に寄生しているのではと。人の感情に寄生。そういえば父さんは邪魔するものを許せなくなるとそう言っていました。ちょっとよくわかんないです。説明あるかな。特務の人間だとすればコードレッドの知識もあるでしょうから、自分がその状態だと理解しているはずです。なるほど。父を助ける方法はありませんか。例えば何かに寄生されているのが原因ならそれを取り除けば。過去にコードレッドを人間に戻せた例はありません。事例自体が少ないので研究も進んでいないのです。あれだけ強大な力を持つものを生け捕りにしておくこともリスクが高く、実質不可能ですからね。だから私は反対したんです。神崎エンジの今の姿を見たなら桜井さんも納得できましたよね。コードレッドになったら最後、怪物にはもう説得が通じないのだと。そうですか。咲夜ねえ、もう帰ろう。咲夜のお父さんもあんな怪物の姿を咲夜には見られたくないと思うんだ。咲夜も実の父親が討伐される瞬間なんて見たくないでしょ。あとは特務の討伐隊に任せようよね。咲夜ちゃん、神崎エンジの討伐が避けられない以上、悲しい瞬間から目をそらすのも一つの手です。咲夜さんには酷な話ですが。先生どうしました。何かおっしゃりたそうな顔ですが。咲夜の手で決着をつけさせる。いや、何でもない。物語的にやっぱりこれ A でしょう。行きます、 A で。言ったらやもう。説得だけならまだしも、直接手を下すなんて無理に決まってます。お前が倒せば何かなるかもしれない。咲夜さんがそれを望んでいる。そんなことあるわ。まるでエスパーですね、先生。心が通じ合ってたね。心を見抜かれてしまうのは戸惑うような、理解してもらえて嬉しいような、不思議な気分です。ありがとう。私の手で終止符を打ちます。説得は不可能なんですよ。はい、怪物と化した姿を見て説得でどうにかなるなんて甘い考えは消えました。なんと、父が世界に迷惑をかける存在になったなら、自らの刃で蹴りをつけるのが血のつながった娘の責務です。本気ですか。肩が震えていますよ。プルプル。そんなことありません。お願いです、私にやらせてください。大切な人を探し求めた末にコードレッドになってしまったんだとしたら、名前も知らない特務の誰かにまるでルーチンワークのように殺されるなんて悲しすぎるじゃないですか。だからせめて最後は私の手で。なるほど。わかりました。特務の討伐隊が到着するまでと、すでに約束していますからね。シルベちゃんも優しいね、はい、先生もチャンスを与えてくれてありがとうございます。咲夜強いのですね。同じ立場なら決意できるかどうか私には分かりませんよ。チェリーちゃん、私たちも行くよ。さっきまでみたいに一人で行くなんて言ったら許さないから。ありがとう二人とも。でもいいの、あなたたちの力を信じていないわけじゃないけれど、私の父を撃つなんて、私だって友達に辛い思いはさせたくない。バカ、一番辛い思いをしてる子が何言ってんのさ。最後の瞬間に私らがそばにいなかったら、誰が泣いてる咲夜を慰めるんだよ。いいやつかよ、リホちゃん。いいやつすぎるだろ。咲夜が壊れちゃわないように私たちが胸を貸してあげます。だからね、
キレヌちゃん。先生、俺は今感動して泣いている。よかったね。出撃。なんか久しぶりだな、ストーリー。音楽はかっこいいんだけど、戦闘が始まんないよ。始まった。ごめん、後ろのあの黄色いの敵に見えたわ。負ける気がしない。ことを引き受けたものだ。コモリ相変わらずだな。最高。基準ドライブ使うか、久しぶりに。私はまだまだ強くなります。でね、任務完了。はい、バトルに行きます。任務完了。いやー、倒しに行くのかな、エンジを。普通にどうなるんだろうね。フンドに染まった街、行きましょう。なんだかさっきまでと違って見えない？音楽もさ、やばそうだね。私も同じことを考えていました。ドリンキング、街に飲まれてしまいそうです。そうやって言うんだ、ドリンキングって言うんだ。なんだかホールタイムパーク、怒りを向けられてるみたいで、チクチクと肌を刺されてる感じがします。奥まで行き過ぎたか、俺たちは。そんな感じかも。そうなの？私は逆に我が家にいるような温かな心地よさを感じるのだけど。マジか、これの差が親子のあれってやつか。エンジの娘だからそう感じるみたいな。どうしたのリホ？私、人によって感じ方が違うの。いや、そういうわけじゃないんだけど、が心地いいってのはさすがに。おっと、スピーキングはほどほどにでしたね。特務の討伐隊が来る前に昨夜パパを見つけないとなんですから。特務隊、討伐隊どんだけ強いんだろうね。細かいことをいちいちつついてる暇なんてなかったね。ごめん、行こう。さっきのことは忘れて先を急ごう。なんだかよくわからないけれど、わかったわ。おお、噂をすればってやつだね。敵がじゃんじゃん湧いてきたよ。おお、これはマキシム。今
今まで戦った悪魔よりも明らかに強い敵意を感じますね。こんなところで足止めを食らうわけにはいかない。行くわよ、みんな蹴散らしてやりましょう。そして始まった。俺あの追憶の回廊だっけ、あそこまでさ、そういえば行けなくてやらなきゃいけないなと思って、今ね僧侶をやっているわけなんですよね。とりあえずねアリーナはね強い、みんな勝てないっす、なかなか。装備をちゃんと進化させれば戦えるのかな。あとねやっぱ武器にもね限界を感じてきてますね。ガチャでちょっと強い武器をね手に入れたりとかしたらまた違うんじゃないかなって思うんですけど、なかなか難しいですね。チビワラ戦士、使うか、キザブライブ。チャチャチャン、チャチャララララ、チャンチャン、チャ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 ララララ。おい、バトル4の5。はい、来ました。チャプター12、父との約束、いきたいと思います。お父さんとの約束、何だったんだろうね。あれ、ここはめっちゃ明るいテンションやってる。ここはおやや、リホ、どうしたんですか。何か気になることでもね。ああ、いや、あのケーキ屋さん、うちの近くに同じ名前の店があったなって。へえ、マジか。姉妹店ね。わかりづらいわ。そうなんだ。多分黒い霧が各地で次々と発生しているからだと思う。いつ侵食区域に指定されてもおかしくないから、リスクを分散させてるのよ。結構現実的な話になったよ。リスク分散？さすが優等生、難しい言葉をたくさん知ってるな。それくらいわかるだろう、リホ。社会科目の基礎的な知識だと思うけれど。ちょっと心配になりますね。で、そのケーキ屋さんがどうしたんです？ああ、うん、前に行き倒れの男の人を助けたことがあってさ。お前さらっとすごいこと言うな。甘いものを口に入れないと動けないって言うから、近くのケーキ屋さんまで連れてってあげたんだよ。すっごい感謝されて、お礼におごるからこの後カラオケ行こうぜって誘われたんだよね。心配になるわ。まあちょっと前まで死にかけてた人におごらせるのは申し訳ないし、それは断ったんだけど。リホちゃんとカラオケ行きたいよ。いい、リホ、それは無縁なナンパ商法なのです。都会のど真ん中で行き倒れてた特にポリスと救急車にレスキューですよ。こういうところはいいところだ。食べたらすぐにリカバーしてカラオケに誘うとか、どう考えても怪しすぎます。え、そうなの？かわいいですよ。カラオケは密室ルーム、最終的にそこに連れ込もうとする事案ですね、サクヤ。事案です。ナンパって男性が女性に軽々しく求愛する行為で、難しい言葉を使いますね。よくわからないのだけど、道案内のお礼にカラオケって求愛行動に含まれる。お前もバカだったか。一番まともなのチェリーみたいだね。ごめんなさい、そういうのピンとこなくて。なぜ私がマイノリティなんだ。
それな。まあ、リホが毒牙にかからなくてよかったですが、見た目によらずこういうピュアみたいなギャップいいね。通りで行き倒れにしては血色が良かったわけだ。そういえば店に案内しただけで別にケーキを食べたわけでもないのに元気になってたっけ、あの人。怪しい。リホ、そういうの疎いのですか。え、あー、いや、そう、実は気づいてた。勘違いナンパ野郎を手玉に取ってやったわけよ。なはははさ、可愛すぎだろ。テオドールか。そういえばあのお店、可愛いぬいぐるみがたくさん飾ってあったな。可愛い、ちっちゃい。新宿店の話？ちっちゃい時のさくやちゃんめっちゃ可愛いんだけど。さくやも行ったことあるんだ。子供の頃に父さんに連れてきてもらったことがあるの。忙しい人だったから会話どころか顔を合わせることも少なくて。でも一度だけ一緒に出かけたことがあってね。小さい頃の記憶だけど、その1回だけだから今でもよく覚えてる。いい子だ。パンケーキ大きいな。同じケーキ屋さんのエピソードなのに、どうしてこうなったかね。うっさい。あの時は私が小さかったし、父さんも無口だから全然会話にならなかったけど、今ならちょっとは話ができる気がする。いけない、感傷に浸ってしまったわね。戦いを前に気を緩めてはいけないわ。バイバイ、ケーキ屋さん。今はケーキもぬいぐるみも楽しんでいる時間はないの。さあ行こう、二人とも。何だったんだ。ランディングシップですね。次はこれをやっていきたいと思います。切りがいいところだったので一旦これで終わりにしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。またよければご視聴お願いします。